1、2、3と。すごい男がいたもんだ。川でばったり出会ったら、熊がスリスリにじり寄る。ビールを回せ、そこまで飲もう。あんたが一番、私は二番。はどんどんと。おはようございます。安弘です。今日は令和2年9月の17日木曜日、朝の7時44分です。ということで、今日は、何を話すとですね、2、3日前にスマートフォンをね、見ていて、ちょっと、面白いものがありましたんで、今回は、それを、皆さんにご紹介したいと思います。はい、安弘です。誰もが少年に戻れる、アミューズメントパーク、つくば RC パーク、いよいよオープンということで、まあ、こんなもんなんですけども、どういうもんってね。9月5日、矢田部インターから1キロの場所に、つくば RC パークがオープンしました。ドリラジでもおなじみのラジコンメーカー、ヨコモが運営するこの施設は、手ぶらで来ても遊べるつくばラジコンランドと、本格的なラジコンサーキットである、つくばラジコンアリーナで構成された複合施設です。奥の方に見えるのが、オフロードコース、ここにあるんですけどもね。奥がオフロードコースで、真ん中がね、アリーナ棟といって、ラジコンショップ、ドリフトコース、オンロードコースの3つのアリーナ棟になっていますね。そしてこっちがラウンド棟っていうんですけども、写真を見てね、こっちがオフロードコースで、こっちがアリーナで、こっちがラウンド棟というふうになりますね。それとね、ここで注目すべきことはね、ってよい、あ、やっと、もうちょっとな。3つあるんですけど、タバコを吸うとこね、タバコを吸うとこはここしかないよ、ということと、トイレね。トイレはね、アリーナ棟のここと、ランド棟のここね、にしかトイレがありません。そして優先駐車スペースはここの3台になります。で、まあ自分はね、行ったことがないんでわかんない。これは多分ね、ラウンド棟の中の写真だと思いますよ。で、ここにね、ショベルカーとかやっぱあるから、これやっぱラウンド棟だね。で、レンタル料金はね、コース代も含まれているんですよ。で、まあ、最初の1時間が1000円と、延長が、15分で500円となっております。で、10回分4000円で買えるお得な回数券も用意されているんですけども、1時間1000円は高いよね。しかも15分で500円はちょっと高いんじゃないかなっていうふうに思います。で、ここにね、おじさんがいるんですけどもね、あんた誰？っていう感じなんです。私この人知りましぇんってことで。そして、ここにね、クローラーがあるんですよ。これは面白そうね。ねえ、俺はこういったラジコンはしたことないんだけど、やってみたらこれはなんか面白そうだなーっていう感じになります。そしてね、ここにね、怪しいおじさんがいるんだけどね、あんた誰っていう感じなんだけど、もしかして市長さんかなーと思ってね、来賓して招かれていたつくば市長の五十嵐さんじゃなかろうかと思うんですけどもね。あと、つくば市の議会長さん、
の神谷さんとのドリフト対決も披露したっつんだけど、どっちがどっちなのか全然わかんないんだよね。ここのところはね、やっぱりね、ちゃんと説明してほしかったなーっていう感じはするんだよね。ね。でしょ？おー、なんかやってるんだけどさ、ね。あんた誰？あんた誰？ってね。ちゃんと説明してほしいよねって感じなんだけどもね。そして、次がね、これはオフロードコースだよね、多分ね。でも、見た感じは、これはカーペットコースだね。カーペットコースのオフロードコースで、奥にね、ジャンプ台があるよね。奥にジャンプ台があって、そして、またジャンプするというコースだよね。それで、ここでまたもう一回ジャンプするというコースになってます。まあね、オフロードマシンはね、やっぱりジャンプが、一つの楽しみなんだけど、ここにも書いてあるんですけどもね、初心者からエキスパートまで楽しめる、ホビーラジコンカー専用コース、つくばラジコン、アリーナも、ますます、グレードアップってことなんですけどもね、まあ、全天候型と冷暖房付きということで、一年中快適に楽しめるようになりましたって言うんですが、私から言わせればね、やっぱりオフロードマシンはね、土の上で走らせたいな。カーペットコースもいいんですよ。ここにね、カーペットコースが出てるんですけども、まあ、確かにね、カーペットコースで走らせれば、車も汚れないんだけど、またマシンのメンテナンスも楽なんだけど、せっかくのオフロードマシンだからね、ここはやっぱり土の上で走らせたいね。土の上で走らせて、全天候型だったら僕はいいなぁと思うんだけどね。まあ、時代の流れかなっていう感じだね。そして、まあ、横毛さんのね、聖地だから、やっぱりね、販売するものはね、横毛さんのものばっかりになります。ここで京商さんの商品を売ったら反発買うかな。そして、これがね、まあ、アマミヤ RX7FD3 ですね。の、とかあります。そしてね、ちなみに横毛ではもっとラジコンを気軽に楽しんでもらいたいと、ドリフトラジコンの作り方の操作の、コツを、ラジコンの作り方や操作のコツを、レクチャーする、ラジコンアカデミーを立ち上げる。など、より多くの人にラジコンの楽しさを伝える活動に力を入れていると。つくば RC パークの遊びに行けば少年の頃に戻ることは間違いなしと、いうことですね。まあ、これはいいんじゃないですか。まあ、ラジコンの作り方ね、あるんですよ。ただね、ネジを締め付ければいいってもんじゃなくてね、そこから半回転戻したりとか、いろいろ細かいことがあるんですけどもね、まあそこはね、説明書をよーく見ればね、わかることなんですけども、まあ大概の人はね、説明書をよく読まずに作っちゃうんでね、全然別物になっちゃったっていうこともあるんですけども、そして、場所はどこと。つくばラジコンパーク、茨城県つくば市、矢田部43852、電話は029-896-3888です。それと、やっぱりね、茨城のつくば市まで行くのも遠いよね。やっぱりね、ここはね、お金を持ってる人にね、熊本のど真ん中にラジコンサーキットを作ってもらえるような人はいませんかね。
俺はカニを余ってるっていう人はね、ぜひね、熊本のど真ん中、例えばね、私考えるんですよ。鶴屋さん。鶴屋さんの屋上があるでしょ。あそことかね、ラジコンサーキットに作れないですか。それとか、光の森とか、デパートでもいいや。というか、スーパーでもいいのよね。夢タウンとかね。夢タウン、夢タウン、そうよね。夢タウンの駐車場とかね、あるじゃないですか。ああいうところに、サーキットを作ってもいいよね。またね、南熊本に行くと、ゲームセンターがあるんですけども、そういったところに、ラジコンサーキットを作っても面白いかなと思うんですけど、私は発想は豊かなんですけどもね、いかんせんお金がないんでね、何もできないんですけど、まずね、言えることは、多分ね、廃れることはないと思うんですよ。趣味がラジコンだから。ね。趣味がラジコンだから、そら、いろいろありますよ。クローラーやドリフトラジコンとかね、速く走らせる。それ以外に、例えば最近では、何ですか、空物ね、そういったものもね、いろいろあるんで、ラジコンの世界自体はね、廃れることはないと思うんですよ。だから、熊本のど真ん中にね、そういったものを作ってくれたらね、その人当たると思います。当たらなかったらごめんねって感じだけど、多分ね、これは当たると思うよ。